どうも、ご必見です。本日は土曜日、作業を始めていきましょう。昨日で、あれですね、痛い、ちょっと待って、電気、まあ、なんとか取り付けることはこれでできるようにはなったので、ここですね、ここのサイズの違い、多分こっちと同じやつがあれば大丈夫なんで、一回ちょっと外してね、ここを合わせてみますね。もう一つの方だとこの外径は一緒だったんで、外径は一緒だから多分大丈夫だと思うんですけどね。で、外してちょっと注文、師匠のところにまたお願いしに行こうかなと思います。うまくいったのにうまくいったのに、残念。まあ、とにかくちょっと一回バラして、はい、やっていきますね。はい、はい、外しました。これがあればね、こうほらぴったしでしょ。これがもう一個あれば OK。 ちょっと待って、ほらほらね、よし。なんでこれを注文します。で、ちょっとね、ここはもうちょっと向こうへ行ってくんないと微妙になんだけど、いてててて、この上のね、ここにまだ当たるんだな。ここ鉄板がね、2枚重なってるもんでね、1枚目の分だけちょっと削んなきゃダメかな。ちょっとやるか。ついでじゃ、ついでっていうかね、ここまでやったんだから完璧にしときましょうよ。完璧に。ちょっと外します。はい、こっちですね。これがこの内径になって、最後のやつがはまるんですけど、結局これがこう動いてくれるんですけど、ここのね、上の部分ね、結局角度が違うもんで、ここにちょっとこう当たっちゃうですよ。ここ2枚に重なってるもんでね。なんでちょっとここの上だけまた微妙にね、この分の逃がし、これが逃げてくんないと。だからこのほんと上の方だよね。上の方だけ削ってもあれか。綺麗にちょっと削ります。もう少し、はい、やってきます。削りました。1枚目の鉄板は残しときたかったので、なるべく2枚目のこの分厚い鉄板をテーパーにちょっと削ってみました。そう、要するにこの2枚目のここの厚みの分だけ向こうへ行きたいんですよ。なんとかこれね、2枚目だけ削れたらいいなとは思ってたんだけど、やっぱテーパーにしか削れないので、そうするとちょっとね、削れてっちゃう。でもまあ、ちょっとこれで一回ここをまた組んで合わせてみますね。はい、つけてみました。仮止めですけど、よいしょ。これで1枚目のあの2枚目の厚い鉄板の分だけ逃げれるようになったので、おお、いいね。ちょっと刺してみよう。今手で押さえてるだけですけど、いいですね。ちょっと待って、映んないね。まあいいや、こうなって、ここが、あ、大丈夫だね。逃げてる。よし、今度こそこっちは本決まり。何回目だってよね。よいしょ、ちょっと待って、これ抜いて、ちょっと抜けない、よいしょ、よし。それではこっちは OK なので、外してまた錆止めを塗っときます。外します。はい、錆止め拭いときました。よいしょ、こっちも OK、 あとは乾くのを待つのみ。よし、
疲れた。では、後でこれを注文しに行ってきます。師匠のがね、来るのが大体お昼ぐらいなんでね、今何時？あ、今ちょうどお昼だな。もう少ししたらちょっと行ってきます。そう。僕のところは大体まあ朝10時ぐらいから夜7時ぐらいまでやるんですけど、まあ師匠のお店もあの10時ぐらいからは空いてるんですけど、まあ師匠がお店に行くのが12時ぐらいなんですよ。で、そっから師匠は夜中の12時ぐらいまでやってます。うん、まあまちまちですけどね。なかなか、まあそんな感じでちょっともう少ししたらね、ちょっと行ってきますね。ですね、今これを注文しに行ったんですよ。そしたら、こっちだけで出ないかもしれないっていうお話から、こっちだったらあるよっつって、師匠が渡してくれたんですけど、よいしょ、ここの部分ね、ここの径が違うやつがあったので、とりあえずこれをちょっといただいてきました。よし、これだったら2週間3週間待たんでもいいのでね、ちょっと交換してみます。はい、こっちですね。うん、よりスタイリッシュな形でいいじゃないですか。これだったらハマる。うん、なんでちょっとこれをここに取り付けてやってみたいと思います。やってみます。なんとかつきましたね。えれえ苦労しましたけど繰り返して繰り返してえれえ苦労したけど、なんとかついた。がっちりついた。で、今ステアリングを移植しなきゃならないので、これを向こうから元々のやつから外して今ちょっとやってるんですが、これ一個パーツ足りなくねえか？これ、ここからこう入って、ちょっとこっち加工しないと入んないんですけど、これなんか違う気がするんだよな。もともとの向こうのステアリングポストは、ここでホーンが鳴らない状態になってたので、完全固定になっちゃってんだよね、ここが。これ浮いてて、こうやってつくとホーンボタンで鳴るんだよね、確か。これじゃ固定になっちゃうんだよね。バネみたいのが入ってなかったかな、ここに。確か。ちょっと待って。やっぱそうですね。ここにバネ入りますよね。うん。じゃなきゃそうだよね。鳴りっぱなしになっちゃうもんね。とりあえず在庫で1個あるので、この中から今バネだけ使うか。なんて贅沢な使い方なんだ。でもこのバネがないとつかねえもんな。うん、よし、ちょっと使ってみます。ちょっと今つけてみたんですけど、違う気がする。この元々くっついたこれ違うんじゃねえかな。いいだからこれで合ってんのかな。こうつけて、結局マイナス落ちだもんで、ここが配線じゃないですか。で、こうやってこの変な皿がはまると、どこもマイナスが落ちてない状態になっちゃうんだよね。これ違うだろう。なんか固定するためにつけたのかな。こっちは合ってるんですよね。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。こっちのやつで見てみよう。そうだよね。そんなん入ってないもんな。
これいらないんじゃねえかな。これいらないんじゃない？この変な下のこれいらないんじゃないかな。ついてたホームボタンはこれここでハマってたもんね。こうやってほらこうやってハマるんですよ。こうやってね。でここにバネが入るもんでこれが空中に浮かんだ状態になるんですよね。で、ホームボタンを押すとマイナス落ちだもんで鉄と鉄がこうつくとバンってなるという仕掛けなんですよね。そこにこいつが入ったらどこにもマイナス落ちにならないんだよな。なるだか。あ、なるのか。こことここがつながるんだもんね。だけどこいつはバネで抑えようがないからなりっぱなしになっちゃうんじゃない。こいつつけたらずっと通電してる状態ですもんね。やっぱこれいらないんじゃないかな。なんかねこっちのね元々のシャフトもね、あのオーナーさんもこれよく見てくださいね。見ててください。これわかるかな。サイズが違うやつをこういうので無理やり合わせてあるんですよね。で下手したらステアリングだけぐる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 って回っちゃう状態になるとこでしたよ。こういうのでねいろいろ合わせて、これ何用か知らねえけど、何用のやつかわかんないけど、なんか無理っくりつけたんだよね。多分ここの変なこのスリーブがないと、ここの引っかかりがちょっと少ないんでしょうね。まあどうでもいいですけどね。だからこれはいらない気がするんだな。まあいいや、これなしでちょっとつけてみよう。位置が合わないですね。ここのこれが出てくるところの位置がねずれてる。こっち側の方で合わせてみるかな。ほいじゃあ、それと今外すときにここのバネがどっかにビヨーンって飛んでったっすよ。室内に落ちたんでちょっとバネ探します。飛んでったビヨーンって。カサっていう音聞こえたからこの辺に落ちてるはずなんだけど、ああ参っちゃうな。いろいろと参りますよ。いろんなものでちょっと探しますね。あった、はい、ありました、ありましたよ。くそ、うん、だからこれが入ってバネが入ってグッて押されてる状態になる。でここから出なきゃダメなんだよやっぱり。でこれでグッてここに押されて、よいしょ、ここに押されて、これがね、これが後ろの銅板に設置するようにしてバネで押さえられてて、でここの部分が絶縁になってて、ここから出なきゃなんないんですよ。まあ配線だけでもいいんだけど当たっちゃってるんで、ちょっとこの穴を合わせますね。まずほらずれてんの分かりますか。分かんないか。ちょっとやっていきますね。ここから出るんですけど全部合ってないな。ほら
まあこの3つ、ここを通ってここを通ってここなんですけど、全部ずれてる全部ずれてるよ。合わせるとほら、これはこういう風に削らなきゃなんない。ステアリングの方は削りたくないんだよね、本当は。なあ、精度悪いでしょう、こう。ねえ。僕がよくでも最近作んないけど、作るステアリングも、このグランツのボスで付けれるようにしてあるんですけど、僕の作って、あそこにベースがあるんですけどね、壁にかかってるんですけど、僕が作ってるやつの方が精度いいよな、絶対いつもそう思う。クソ悪いもん、こう映んねえか、クソずれてるよ、クソ、ほら映んねえかな、映んねえな、暗くなっちゃって。肉眼で見ると分かる。ほら、こんなずれてんですよ。そりゃあね、ステアリングはだから削りたくないわけですよ。ほんと、こっちを削んなきゃなんねえな。こっちも削りたくないんだよな、ほんとは。これとここが合っててくれたらな、一番良かったんだけど。これがまず合わないもんね。これがまず。ね。ほら、ずれてんの分かりますか？穴が、こう。こんなずれてんの。カメラをすごい斜めにするとまっすぐに見える。これじゃあな。どうしようか。どうしようかって、どっちか削るしかないよね。ステアリングこれかっこいいからな。欲しいな、これ。まあ、いったよ。ちょっと。ちょっと休憩していいですか？